それはスーパードラゴンボールヒーローズ研究所バトルナビゲーターのカナタだ。よろしく。私はドラプリンセスズです。よろしくお願いします。そしてスーパードラゴンボールヒーローズ研究所のドクターロックです。よろしくお願いします。司会のレイナです。よろしくお願いいたします。今回ついに4回目となっておりますが、うん、今までの3回の結果の方はどうなってましたでしょうか。先に2勝したよ。1勝2敗で後がない。今回のバトルで勝敗が決まる。そうですね。これがもし引き分けだった時には私の2人のバトルがものすごいレベルの戦い来てたけど大丈夫ましたね。まあ、その波に乗ってみるすごい勝負できれば。そうですね。早速今回の挑戦者をご紹介いたします。どうぞ。それに対して迎え撃つ最強選手はこの方だ。今回のバトルはガチバトルとなっております。それぞれのガチで作ってきた7枚のカードを使ってバトルをしてもらいたいと思います。はい、まずは作戦会議の様子をご覧ください。どうぞどうぞ。ヒーローゾーン2だよね。はい。これガチバトルだよね。はい。絶対負けられないね。負けません。オッケー。よし、じゃあ意気込み言ってくれ。絶対勝ちます。オッケー。絶対勝つって。自信は？めっちゃあります。めっちゃある？どのカードが肝になる？ザマスで守って、でこいつで気絶しないようにして相手海王神でスケベリで進行を取ってこっち海王神でチャージ決めて気絶させて、もうこれは勝てるんじゃない？最後はね、もうガチのバトルだからね。ガチのバトル、自分が持ってきたガチとガチのバトルだから。ガチとガチですね。はい、楽しみ。はい、じゃあ早速デッキの紹介をしていきます。うん、まず挑戦者マサト君の方から、スーパードラゴンヒーローズ5段からキテラ、そしてユニバースミッション2段のベジータで、ユニバースミッション4段のスーパーインシュノンゼノのこちらシークレットですね。そしてユニバースミッション6段のザマス合体シークレットと孫悟空 BR、そして最後にユニバースミッション7段のスーパーオレンで、アバターカードの7枚になっております。はい、続きまして、サタン君の、デッキになりますが、スーパーダモンヒーローズ8段からマジントア、そしてユニバースミッション6段からゴジータ BR とラディッツ少年機 BR、 そしてユニバースミッション7段の、スーパーインシンロ、そして、アルティメットブースターパックから、バーダック BR、 そして、カード組、3段のミスターサタン、そしてアバターカードの7枚になっております。なるほど。やっぱりガチデッキっていうこともあって、まあ、UR とかも多いですね。そうですね、シークレットもあって、サタンさんが使ってるこのスーパーユジーのなんかスーちゃん、前回だったの、前の回にかなり使ってました。強力なダメージを出した記憶があってもう相手にいるってなるとちょっと不安になってきた。機械室はお互いどんな感じですか？うん、サタン君もみんなでこれ話してたんだけど、はい、ガチだからこれ負けたらお前やばいぞってみんなに言われてた。ガチだから普通に引き広がったらまだマシだけど、これガチだぞ負けたらやばいぞみんなに言われてた。かなりのじゃプレッシャーをサタンさんは、うん、マサト君はもう自信しかないって思ってて、もうこれは絶対に勝てるって言ってて、楽しみだな。うん、はい、1ラウンド目が始まろうとしています。お互いね、もうガチデッキなんでね。そうですね、ちょっと練り込まれてきたんじゃないでしょうか。うんうん、お、先行を取ったのがまさとくん。はい、自信あるって言ってた2人だったね。そうですね。最初のチャージインパクト、おお、決めた。決めましたね。はい、マサト。はい。あ、気絶。ここで気絶。マジヤバかよ。ここも。おお、しっかり決めてくるね。お、結構食らうね。はい。うん。超ゴッド玉の、はい、うん、レベルがちょっと下がってしまいましたが、これはザマスのカードでしたね。はい、
こちらザマースのゴッドメートル、失滅のゴッドメートルですね、はい、次ラウンドの敵アタッカー人数かける2000、敵アタッカーのパートガードが映像でダウン。なるほど、映像でこれはまたサタン、そうですね、はい、ちょっとそれを踏まえて2ラウンド目どうやって出していくのかな。そうですね、さあ続いてがサタンさんの攻撃となります、はい、こちらもうね、一つのマークもついてるんでね、はい、すごいねー、ヘッドでしっかり決めてくる。魔人アバターの必殺技マーク、おー、よっしゃー、必殺技惜しかった、バーニングアタック、オッケーオッケー、お互いに超ゴッド玉のところでちゃんと勝っていきますね、うん、サタンさんはゴッドメテオ出ているからどういう出し方をしてくるのか、ね、もう決めてる作戦通りでいくのか、はい、今回挑戦者の方みんな上手、うん、さすが集めてきたね、すみちゃん、いい人選ですね、さすがだよさあここでサタン君に何か動きが、ここでバッタ決めてくれ、どうだ、お、2個、さあ、入るか、入れ入れ入れ、入れ入れ入れ、入れ入れ入った、お、入った入った、すごい綺麗に入った、めちゃくちゃ綺麗に入った、ちゃんと入りましたね、うん、ラウンド目に入ってきて、これ大成功、怖いよ、はい、顔が切れちゃってる、チェーン効果もありますし、いろいろとアビリティの方も連動してるみたいですね、アビリティも連動してますね、はい、おお、出してきたね、ここでまた、ここで先行をまさとくんが取っていきました、はい、さあどうなるでしょうか、はい、さあ、おー、決めてきましたね、黄色エナジーが溜まってないから、そうですね、スタジオでしたよね、次のスーパーイシンノンゼノ、はい、今回ね、サタン君のこのバーダック BR がラビに使うと、おー、決めた、音が決まった、はい、なので、バーダックの親心で全部攻撃を受けるよね、うわ、なるほど、でも受ける、うわー、怖いよ、おー、おー、すごい、すごいですね、すごい、そうですね、やっぱ止めてもありましたからね、うん、バーダックで受けるダメージ1パスが軽減してるんですけどね、そうですね、それであのダメージって、すごい、うわー、いやー、すげー、これはどうなるか、しかも一極流剣、これはいけるんじゃない、これフルチャージ完了、これはやめろやめろ、いけー、やめろ、いけー、耐えろ耐えろ、耐えるんだ、フルパワー解放してダメージがどうなるか、どうなりますかね、うんうん、OKOK、なるほど、1300、なんて戦いだここはキテラのスターブレイク、はい、さてここがどうなるか、落とすな落とすな、ダメージ落とすなよ、ダメージ入っていくか、学生が投げられようとしてますね、はい、落とすな落とすな、どうなるか、
チャージインパクトスピードが速くなりましたね。ここはフリーズ成功したか。はい、これでそうですね、エリアはほぼほぼ残らないから、そうですね、次先行取ってそうですね、はい、1ですね、はい、サード決めて、はい、さあ、5分、おっ、やったー、フォアトをしてきました、さあ、どうなるか、さあ、どうなるか、龍拳がスーパーイシンコを突き刺す、はい、はい、これダブルが自動されていきます、マーダクとラディッツの親子で、親子で、はい、いい絵を、ね、ありがとうございます、ありがとうございます素敵、素敵な絵だわ、素敵ですね、はい、また映画を見たくなりますね、そうですね、はい、映画見たくなりますね、これは DVD が発売になりますね、あ、そうですね、見よう、見よう、見よう、さあ、さあ、さあ、何度目、もうこれはね、出してくるんじゃないの、そうですね、これは、ね、お互いカリスマも祈ってますカリスマが祈ってます、カリスマが祈ってますくれなるほど、ね、うん、そうですよね、なるほど、ね、召喚してきたか、召喚してきましたね、力、うん、制限と召喚のお互いアップに回して、はい、これが孫悟空とかもいますもんね、うん、うん、なるほど、なるほど、うんうん、まあ、ここは、はい、はい、先行はサタンさんとなります、本当にチャージになったのが、はい、この名前になりました、ね、うん、やってやれ、見入っちゃいますね、うん、見入っちゃいます、本当に、おお、おー、パーフェクトで必殺技出せればね、相当ダメージいくんじゃない、はい、よし、サタンさんは、うん、はい、早い、早いですね、パーフェクト、すごい、しっかりとマサオ君は守ってくるね、しっかりと、390のダメージ、はい、シェンロン、シェンロンも使ってきます、そうですね、はい、ラジオフォアです、はい、ラジオフォアですね、自分は暗黒だ、暗黒の願いは、すごいベロだ、もう回してるんですよ、はい、すごいね、願いをこう、届けるベロですね、はい、何だ、何だ、
じ、うん、それで、はい、なるほど。それで、そうですね、今ちょっとみんなの表情に、うん、はい、すげえ、すごい、サタンさんのニヤリが出ました。サタンさんやってくれますよ。さすがですね。ね、本当にマサト君そこからもすごいチャージインパクトの力だから、これはでかいですね。もうラビッツ少年期に見られるんですが、4年目以降このダーダックを時空転送して大ダメージ与えるんですけど、敵チームのクロエナジーがマイナス5する。いや、それはもう強い。さあ、残り3700。はい、カウンターラッシュで止めてきますね。お、はい、トワイHP は変わらず、うん、そうですね、はい、もう1なんでね、すごいですよね、1からずっと、うん、そうですよね、さっきのラウンドも1で乗り切ったんで、1と、はい、1、1という、1ということで、はい、さあ、残りのね、残り少ないから、うん、おー、しっかり決めるね、ヒント出しますね、おー、216、そうですね、これは防御できない。おお、ね、ミラクル、やったかっこいい、かっこいいですね、かっこいい、うわ、もう怒涛の11000、ケイオー、どうだった？戦ってみて。もう悔しいです。悔しいね、あと1だったもんね。でもどんどん強くなれるから、これからも修行して頑張ろうね、うん、どうだった？もうチャージインパクトがもう全然止まらなかったんですけど、勝ててよかったかも。いや、向こうのチャージインパクトうまかったよね。ものすごいうまかった、うん、これでカナダチームの勝ちだ、イエイ。結果発表、今回スーパーバトルコロシアム特別編、結果は3対1で最強選手チームの勝利です。あなたが率いる最強選手の皆様には、うん、プレゼントとしまして、スーパーバトルコロシアム特別版オリジナルのバッジの方をプレゼントしたいと思います。ではせっかくなので、まあ、今回スーパーバトルコロシアムに参加していただいた皆さんに感想の方を聞いていきましょうかね。はい、番組に出た感想をお願いします。負けたけど楽しくできました。バトルが長くて楽しかったです。今日は負けたけど楽しかったです。負けてすごく悔しかったけど楽しめてよかったです。運の良さの大切さが分かりました。いやー、そうだったね。4人で勝とうって言ったのに自分だけ負けて、なんか申し訳ないです。マジ、本当ギリギリの戦いだったんですけど、まあ、勝って最強選手の威厳を保ってたの良かったです。ありがとう。好きなカード入れて勝てたので良かったと思います。いや、良かった、みんなありがとう。バトコロ史上最強で最高の試合だったんじゃない？今日私のチームが負けてすっごい悔しいけど、でも4人ともすごくいいバトル見せてくれて嬉しかった、うん、はい、いや、ほんとね、嬉しいよね。それじゃあ、最後はいつものあれで締めよっか。オッケー、せーの、宇宙を送るスーパーヒーローは君だ。チャンネル登録よろしく。